こんにちは、S&D です。今日はレシーブの時に前重心で取ることがなぜ重要なのかについて解説をしていきます。コツと練習方法を紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。そもそもかかとや土踏まずに体重がかかっている人は後ろ重心になりやすいです。その人が手を前に出しても、ここの位置でレシーブをすることになります。でも前に返したいので、このようなレシーブになってしまうことが多いはずです。そして、それでも膝を曲げなければいけない、手を前に出さなければいけないので、へっぴり腰になっている人が多いと思います。さらに、この姿勢になると、下のボールが非常に取りにくいです。そしてボールが向かってくるような感じがして、レシーブが怖いと思います。なので、すべての問題を解決するために、前重心で足の母子球に重心を置く。できない人、難しい人は、かかとを上げてしまっていいと思います。少しかかとを上げる。それで、その状態で構える。慣れていない人は、こう、倒れそうになると思います。ですが、その状態で手を前に出すと、さっきは、この位置で取っていたものが、前で、捉えることができるので、下のボールも取りやすくなりますし、前にボールを返しやすくなります。かかとを上げた前重心に慣れてきたら、かかとをつけても前重心で動くことができるので、上手くなりたい人は日頃から前重心を心がけて意識するといいと思います。今の姿勢を癖づけるためにおすすめの練習は、壁パス。壁に向かって一人でパスをする方法。もしくはネットの下で向かい合って低い姿勢でパスをする方法。この二つの練習だと前重心を自然に体で覚えることができます。その姿勢をまず意識できないと、この状態でキャッチをしても、バレーにはいきません。なので、必ず自分ボールを上げてキャッチする場合も、打ってもらってキャッチする場合も、レシーブする場合も、すべて前重心で、この姿勢でキャッチなり、レシーブなりをしていく。で、伸ばしたところの前でキャッチをする。ということを意識していきましょう。前重心の姿勢ができたら、ボールを上から見るのではなく、下から見ることを意識していきましょう。ボールを上から見ると、もうボールが落ちてしまうと思ってしまいますが、下から見るとまだ上げられそうな感覚がします。なので、ボールの下を上目遣いで見てレシーブをすることを意識していきましょう。前重心の方が前にも後ろにも右にも左にも動きやすいです。すべてにおいて母子球に重心を置くことが、特にバレーのレシーブの技術を上げることにつながるので、意識して練習をしてみてください。おすすめ動画はこちらです。チャンネル登録はこちらから。また次回の動画でお会いしましょう。